皆さんこんにちは。今回はクロアチア旅行後半ドブロブニクからお届けします。前半ではザグレブやプリトピッチェ、スプリトの様子をお届けしてますので、よろしければご覧ください。ドブロブニクではロイヤルブルーホテルに宿泊しました。グレードアップしただけあり豪華なお部屋です。ベランダからのビューも最高です。これから夕日の時間が楽しみです。ホテルにプールもありましたが、まだ少し寒いので見るだけにします。水しぶきを感じられるギリギリまで近づくことができます。せっかくなので夕日を見ながらディナーをいただきたいと思います。まずはカクテルで乾杯。少し早めのディナーだったのですが、夕日の時間帯ぴったりで最高なロケーションです。いただいたお料理はタコサラダ、ムール貝のパスタ、リブステーキ。目の前で作ってくれるキャラメルフランとチーズケーキもいただきました。どれも本当に美味しかったです。おはようございます。今日はホテルの裏から出てるバスで旧市街に向かいます。バスを降りましてピレモンから中に入ります。門すぐ左の階段から城壁に登ります。入場料は1人35ユーロ。城壁からだと全体を一望できてとても美しいです。曇り空でも海が青く透き通っていて感激します。城壁では道が狭い箇所も多いので一方通行になっています。一周で約2キロありまして、ゆっくり歩いて回ります。場所によっては壁の高さが低いので要注意です。城壁の中で一番高所にありますミンチェタ要塞に入っていきます。オレンジ色の屋根と海のコントラストが素敵です。1時間半かけてゆっくり城壁を回ったので、今度は城壁の中に入ってみます。皆さんテラスで食事を楽しんでいらっしゃいます。さあ、私もまずは路地裏にあるジェラート屋さんに入ってみたいと思います。程よい甘さでとても美味しかったです。教会や大聖堂が街中にあります。どこを見渡しても建築がとても美しいです。もちろん外観だけでなく内装もとても素敵です。途中、郵便局があったので憧れだった海外からのお手紙を出してみます。無事に日本に届くかドキドキです。ザ・海外という感じのお菓子屋さんもありました。一部城壁に穴が開いていて外に出ることができます。秘密の場所という感じがあってワクワクします。
歩き疲れたのでカフェで休憩したいと思います。コーヒー一杯飲みながらお茶できるカフェがなかったので探すのに苦労しました。こちらのカプチーノ美味しかったです。さあ、ディナーは予約していたお店プロトにやってきました。ミシュランガイドに載っているお店で期待高まります。お料理は魚介を使ったものが多いです。どれもさすがのお味で大満足でした。さあ、早めのディナーを満喫したのでケーブルカーに乗りたいと思います。時間的にも明日行くのがいいなと思っていましたが、天候が不安定なので行けるうちに行こうと予定前倒しです。ケーブルカーに乗ってスルジ山に到着。ちょうど夕暮れ時でこれまたとても綺麗です。日が落ちてライトアップ後もまた違う良さがあります。今日中に登っておいてよかったです。おはようございます。ドブロブニク最終日はびっくりするぐらいの晴天になりました。よくガイドブックなどで見る光景ですが、本当に美しいです。もう思い残すことはありません。なお、ドブロブニクは魔女の宅急便のモデルになったことで有名です。旧市街の東側にありますプロジェモン、天気がいいのでさらに海の美しさが際立ちます。せっかくなのでビーチまで降りてみます。4月下旬なので人もそこそこですが、夏は人であふれかえりそうです。今日は夕方のフライトまで時間がありますので、ドブロブニクを散策します。お天気がいいので今日も城壁に登るか迷ったのですが、さすがに35ユーロはなぁと渋ってしまい、城壁に登らずに行ける高台を探してみることにしました。結局バスケコートから見る景色が綺麗でした。またプラッツァ通りまで降りてきました。大きな通りにある有名なジェラート屋さん、思い残すことがないようにジェラートを食べまくります。お昼の間だけ市場が開かれるので覗いてみます。ラベンダー商品が多く揃っています。このラベンダーのパプリが可愛すぎます。どれも可愛かったですが、結局パプリを購入することにしました。この要塞周辺では近くの島へ行ける日帰りのツアーも募集しています。海が青くギラギラしていて心が浄化されます。いつの間にか7泊9日の旅も終わりに近づいてきました。クロアチアは景色がいいことはもちろん、料理も口に合うものが多く、街中の清潔感もあって居心地の良い国でした。クロアチアに来れて本当に良かったです。この後は丸1日かけて日本まで戻ります。最後までご視聴いただきありがとうございました。